変わりません。勝負球どうするか。内に持ってきました。スイングアウトの三振です。最後はもう一球厳しいところに来て、ここはバット当たりませんでした。いかがでした戸塚さん。いやお見事ですね。リードもさることながら、うん、投げたピッチャーも素晴らしいですね、はい、今日これ一番いいストレートじゃないですか、ちょっとシュート気味に入れてますよね。あの左バッターのインサイドにね、うん、シュート。その年の初勝利は4月6日の黒田が投げたピッチングでしたね、あそこで三振戦、お見事ですね、はい、ナイスボール。そして三振に打ち取って5回を終えました。これで役所達成の権利をひとまず掴んでいます。一生懸命投げてますよって怒られましたけどねそういうのがね、あの阪神のバッテリーにあってもいいと思うんですよ。あの、ね、キャッチャーがね、俺がここに投げてこいって言ってるのに、お前投げてこないよっていう感じでね、はい、だって練習して投げるようにしてこいと、じゃないとバッター押されないよと、一つ間ができるから。インコースいっぱいで取ってきました。黒田のピッチング堂々とベンチに帰ってきます。6回の表も黒田は0点に抑えて15から14で、見逃しの三振でした。スタンドから